まあ、はい、朝っぱらの羽田の国際線の出発カウンターの前ですが、どうもおはようございます。こんにちは。伊藤さん、はい、今日まで何してました？うちにいましたです。いろいろいたり、友達のとこ行ったり。よく眠れました？そうです。でも大して変わらないです。田中さんはどこにいました？はい、友達のうちとか、あとうちにいました。あの、夢ばっかり見てたんだって？そうなんです。ステージの夢ばっかり見てたんです。毎晩。あ、そう。仕事中見てなかったんじゃないの？仕事中は追いかけられる夢見てて。藤村さん、どうも。はい、どうも。遅れてきました。見込んでました？そうですね、混んでました。雨ですから。あの、1週間ばかり何してました？友達と会ったり、あと映画 見てきました、昨日は。あ、そう。何見たの？愛と喝采の日々の試写会。ミキちゃんだなんて言われました？言われたかな。分かんないんじゃない。後ろにまあ荷物がいっぱいありますけどね。今日はあのお三方お揃いでどちら行くんですか？伊藤さん。あの某所に。ガムあたりでしょ？いえいえいえ、違う。ハワイ。違う。本当？カナダ。いや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 。アメリカ。イタリア。いやいや。外国は行くんですね。はい、国際線だもんね。あのね、仕事辞めちゃってから何が一番変わりました？仕事がなくなったぐらいで何も変わってないんですけど。ちゃんとあの朝出てくる時には、出ない場合はありますけど、お化粧なんかきちんと前通りに。前ほど念入りじゃないですね。前が念入りだったみたいな。もう最近出る気になってきて。あなたはどうですか？はい、急に食べるようになったとか。あ、それがあんまり食べなくなりましたね。食べなくなったっていうか、なんか不規則になりました。余計に一日一食とか。まずでしょ。これから怖いです。でももう気が緩んじゃって見にくくならないように気をつけます。1ヶ月に1個ずつベルトの穴が飛んだ。随分変わりましたか？いや、そうでもないです。あの、やっぱりね、いつも動いてたでしょ、うん、だからお腹空いてたんだけど、うちにいると全然空かないの、お腹が。なんか肌のツヤ良くなったみたいですね。そうですか？ねえ、そうですね。いい加減な話はしてますが、お互いに内輪で。じゃあ気をつけて楽しい旅行。はいはい、どうもありがとうございました。まあ、あの微笑み返しがですね、ベスト10に入っていれば、いつまでもこの番組で VTR で皆様に見ていただくわけです。テレビでは6月まではコマーシャルが残っているそうですが、あとこのキャンディーズが見られるのはザベスト10だけということになります。おはがきお待ちしてます。曲の間に国際電話をかけてみたい、はい、では第1位、微笑み返しキャンディーズ。第1番が掃除したてのサッシの窓に埃の渦を踊らせてます。箱運び出された荷物の跡は、畳の色がそこだけ若いわ。お引越しのお祝い返しも済まないうちに、またですね。もしもし。もしもし。あら、あなたは伊藤さん？そうです。いや、ランちゃんですか？はい。今拍手が聞こえました。あなた方の微笑み返しが1位になりました。どうもありがとうございました。で、そこはどこですか？バンコクからちょっと行ったところの、あの海岸なんですけれども。あら、それであなた方は今日泳いだんですか？もうしっかり泳ぎました。で、今日は一日どんなことをして過ごしたのかしら？お昼ぐらいに起きたんですね。ええ。で、ずっと海岸にこう泳いで、
クーターみたいなの乗ったのとずっと遊んでたの。え？遊んでらしたんですって？そうです。そうですか。じゃあとにかく遊んだのね。はい。じゃあとっても楽しくて。もうスタッフの今までお世話になった方とかね。そうですね、あんたたちは何でもご自分でそうやって計画してね、来のね、しっかりしてて。じゃあちょっとここで田中さんのスーちゃんに代わっていただけますか。はい、スーちゃん、スーちゃんですか。うん、もしもし。あら、もうあなたも元気そうな声ですけどね、ご自分たちで決めた解散も本当にうまくいっておめでとうございました。それからね、ありがとうございました。ご自分たちで計画した旅行もほぼ成功しつつあるわけでしょ。今あなたどんなお気持ちですか。もう楽しいです、すごく。ああそう、羽田でも拝見してとってもね、あなた方が気楽になったような風に見えたんだけど、やっぱりそうなのかしら。そうですね、すごくなんかここへ来て開放的になりました。まあそうですか。え、何です。もしもし、それじゃこれからコマーシャルを挟みましてね、ミキちゃんにもお話ししていただきたいんですよ、藤村さんにも。だからそのままでちょっと待ってらしてくださいますか。お願いします。はい、分かりました。じゃあちょっとおっしゃってごめんなさい、私がね。あ、もしもし、ミキちゃん。いや、スーです。あ、スーちゃんまだいてくださったの、かわいいのね。どうもありがとうございました。じゃあついでに伺っちゃうけど、何か食べましたか、珍しいもの。ですね、はい、なんか怖いものばっかりなんです。怖いもの、どんなもの。なんか食べられないんです。動くの。でも果物美味しいですよ。そうですか。それじゃあね、はい、時間も迫ってきましたんで、ミキちゃんにちょっと代わっていただけます。はい、わかりました。どうもありがとう。もしもし。はいはい、あなた、です。はい、元気そうな声で、あなたあれですってね、お腹が空かなくなっちゃったって言ってらしたけど、どうですか今は。こちらでは、食べ物に苦労してるんですけど、でも果物をいっぱい食べて生活してます。そうですか。なんかロビンソン・クルソーっていう感じがするんですけども、あの素敵な男性見かけましたか。いや、それがいないんですよ。やっぱり日本がいいんじゃないかって久米さんも皆さんおっしゃってますけど。そうですね。そうですか。これから私たちは記念撮影をするんです。まあ懐かしく思いかもしれませんけれども、じゃあこれから記念撮影をします。あなた私は本当にいい旅行をなしてください。それじゃあせーのって言いますから、せーの。はい。じゃあ今ポーズが終わりましたところで、この写真は皆様30名様におはがきが出た方からお送りしたいと思います。さよなら。